Peggy 18. In Dragon's Dogma, you are part of a living world full of rich, diverse characters who can steer you towards adventure or grave danger. By sharing pawns with other players online, you will always find warriors ready to fight by your side. In this battle, you are not alone. このゲームの NPC、まあ、400体以上いますし、完全にフルボイスになってます。本当に、生きている人のように、様々な人と関わって自分の実際のクエストだったりストーリーを展開していく。ボイスアクターっていうところはそこに合わせる形で150から200人ぐらいのアクターを使用しました。その地域に根付いてる人っていうのをその音だけではなしに、そのキャラ独特の声が出たり、今回言うと訛りが少し入ってたりっていうところで、すごくその地域ごとにそういうのがあって、でそこで息づいてる人たちの言葉として喋るっていうのは、すごくそのリアルさを演出しているという意味では表現できるんじゃないのかなと思います。 The duel is well and settled, Harrison. Be gone from my sight at once.ユーザーが、ドラゴンズドグマを触れて敵と戦闘してアクションを始めた時に感じてもらえるこのリアリズムの部分ですね、まあ、グラフィックの部分でリアリズムを感じてもらうのも当然なんですけども、こちらが攻撃した時の敵の反応だったりとか、こちらがまあ掴みかかったり、それまあ触り心地だったりとか、大型モンスターと僕プレイヤー含めてパーティーの4人敵と対峙するんですけども、それが織りなすリアリティのある乱戦の状態っていうのが多分ユーザーを刺激すると思うんですね。ポーンの貸し借りができるネットワークの仕組みがあるんですけど、自分には、メインポーンとサポートポーン2人います。そのメインポーンは、世界中の人に貸し出しすることもできますし、サポートポーンの2人は実際世界中の人から借りることができます。ネットワークを通じて他の世界にいるポーンを借りていくっていうところが実は大きな意味を持ってまして、でその代わり他の世界でいろんな経験をして情報を持ったポーンを借りてきたり、もしくは自分のポーンを他の世界の人たちに貸し出して経験させて帰ってきたりすることによって、他のゲームだといろいろ調べたり、あの町の人に話聞かないとわからないようなことは、実はポーンが自分から教えてくれたり、この世界の案内人の代わりとしてプレイヤーを誘導してくれたり、ヒントをくれたり、時に励ましてくれたり、助けてくれたり、さらに借りてきたポーンに関してもボスの弱点だったりとか、行ったことないダイジョンの道しるべだとか、いろんな情報を手に入って共に、そういうポーンたちと遊ぶことによって、より、ゲーム性が、ゲームとして冒険することが楽しくなるという仕組みが入ってます。スタッフ間でのポーンをね、抱えて投げたりとか崖から落としたりするんですけども、世界中のいろんな人が作ったキャラクターが登場人物のようにうろうろとしてます。まあ、友達のポーンを借りるというのはすごく楽しくてですね、あいつがこんな見た目の太ったキャラクターを作ってるだったりとか、まあ、こんなセクシーなキャラクターを作ってるっていうのを、しかもこんな戦い方をするんだっていうのを、僕は今開発ですごく楽しんでやっています。やっぱり戦闘シーンっていうところで、まあ、自由度の高いところがすごい好きで、職業によって自分からこう飛び乗って切りつけていくっていうところも楽しいし、そのちょっと今回は魔法使いになって後ろから攻撃したりっていう、一つの戦闘でもやっぱりいろんなシチュエーションがあるっていうところは、僕にはすごい熱い要素ですごいやってて楽しいですね。リムの結晶っていうアイテムをポーンがよその世界から持って帰ってくることがあるんですが、どれだけ自分のポーンがよそのところに行って活躍してきたかっていう評価がそれでされるんですね。そのリムの結晶をたくさんもらうと、自分よりレベルの高いポーンを感じることができます。レベルが高いってことは多分知識も多いと思うんで、次の冒険のすごく役に立つ情報を持って帰ってきてくれます。一緒につながってる感じがすごく楽しめるし、返すときにちゃんとメッセージをつけたり、評価をつけたり、プレゼントを渡したり、綺麗に着飾って返してあげたり、それをもらった時の嬉しさというのはすごく格別なので、あんまりない体験になると思うんですけども、オンラインのポーンを使った仕組みに関しては、かなりゲームにおいても画期的なすごい仕組みだと思います。本当にユーザーに新しい楽しさを提供できるものになっていると思います。
このゲームのアクションは本当にすごく素晴らしくて、もう世界一のアクションだと思います。その不思議な世界に迷い込んだ感じっていうのを味わってもらえればいいかなと思います。 Whether you're interacting with any one of the hundreds of fully voiced NPCs or trading pawns with other players online via the Rift, you're always connected to the deeper world of Dragon's Dogma. Explore your environment, nurture your pawns, make connections, and when the battle comes, be ready.